球の資源を使い果たし、危機に陥った人類は、新たな無限のエネルギーを求めて優れた科学者を招集した。しかし、科学者たちは行き詰まり、核分裂の実験を開始するも失敗。彼らが起こした事故により、地球は放射能で汚染され、人類は地球からの脱出を行う。これにより、5つの異なる文明が生まれることとなった。そして1万年後、地球環境は改善し、再び人類が生活するためのエネルギーが確保できるようになった。故郷の惑星の支配権を争い、5つの異なる進化を遂げた人類が戦う。はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日はデュエリストの皆さんに新たなるカードゲームパラレル、こちらご紹介していこうかなと思います。これ最近ね、よくカードゲーマー系の YouTuber の方がプレイされてるの見ますね。僕もね、一応カードゲーマーの端くれということで、パラレルさんからお話をいただきましたんで、このゲームの、魅力をねたっぷりとお届けしてまいります。パラレルとはスリリングな SF の世界を舞台にした基本プレイ無料のデジタルカードゲームでございます。見ましたか、冒頭のムービー。あの僕のね、あのヘッタクソなナレーションを除けば、完成されたグラフィックに、皆さんも驚いたのではないでしょうか。あのね、カードゲームの世界観としては5つの、勢力、まあ、イメージとしては5つのカラーですね。このカラーの中から1つを選んで、その、勢力のカードと、あと15のパラゴンっていうんですけど、まあ、イメージとヒーローですかね。このヒーローを、組み合わせて、40枚のデッキを組み、そして自分の勢力を勝利に導こうというゲームでございます。このね、パラレルさん、e スポーツの分野にも積極的に参加をしておりまして、なんと、賞金総額50万ドルの大会も開かれております。まあ、優勝してね、住宅ローンを一気に換算したい僕は、一応ダウンロード方法、インストール方法の説明なんですけど、公式サイトを飛んでいただくと、パラレルへようこそっていう画面出まして、これ概要欄に貼ってあります。で、今すぐプレイを押していただくと、ダウンロードフロムパラレルか、ダウンロードフロムエピック。まあ、これどっちも選べるんですよね。公式の、方からダウンロードしていただくか、あとエピックゲームストアから、ダウンロードすることもできますと。基本プレイが無料なんでね、気軽にダウンロードして遊んでみてください。で、ちなみに現在 PC のみ対応なんですけど、将来はスマホ版もリリースする予定であるということです。楽しみですね。さあ、見てもらった方が早いと思うんで、早速対戦パートに移っていきたいんですが、一応デッキの構造を説明しておくと、40枚のデッキを構築しますよということになっていまして、で、パラゴンっていうのがまあリーダーカードですね。これは固有能力持っていたりします。で、なんかその何ターン後にこうどれどれの能力発動するみたいな、そういう感じですね。で、一応ね、カードの種類がいくつかあって、ユニットっていうのが、まあ、盤面に配置される、まあ、主に出されて攻撃していくようなカードになっていまして、で、そのユニットを、まあ、強化したり、まあ、相手を破壊したりするエフェクトっていうカードとか、あと、まあ、そのユニットを強化していくアップグレードっていう、まあ、こういうカードがあったりとかして、なんかいろんなこの、カードの種類のを駆使して、相手のライフを削っていくと、まあ、そういうゲームになってますね。非常にわかりやすい。Greetings from the Agincourt.Well met. さあ、マッチングしました。さあ、対戦相手の方と自分の、この、まあ、ライフポイントですね。これ30になってまして、この30を削り取っていくよというゲームですね。で、初期手札が、一応5枚配られまして、これマリガンがありますよというところで、ちょっとね、マリガンしていきましょう。ちょっとコストが重そうなカードとかはあんま使えないので、マリガンしちゃっていきますか。おアップグレード来てる、いいよ。アップグレード、まあ、とにかくね、このデッキはですね、ユニットを出してアップグレードしていくという、まあ、そういう感じの、なんだ、デッキになってまして、まあ、とりあえずこれ、バンクシステムって言いまして、ここにエネルギーを貯めていくんですね、ここに。はい。で、このエネルギーを使って、まあ、カードをプレイしていくという感じで、ユニットっていうのはこの盤面に置かれていくカードですね。はい。で、盤面に置きますよ。で、一応、特殊能力とかが結構あったりして、回収とかシールドとか、まあ、こういろいろね、能力は見ていただければ分かる感じになってますね。カードクリックしていただければこれ分かるようになってます。1エネルギーしか最初はないので、ね、ターン終了します。で、先行1ターン目はドローないんですけど、後攻1ターン目からドローが開始される感じになってます。で、こちらの作戦としては、このなんか、このなんか、いい感じの池落ち池落ちを
あのこのユニットにアップグレードつけたらユニットがプラス1プラス1プラスシードイルっていうことで、こいつをねムキムキにしてぶん殴っていきたいと思ってます、今のところは。はい、とこの池王子を一回召喚しまして、で召喚したターンには基本的には攻撃ができません。なんで、こいつは今召喚したターンではないので攻撃ができますから、これで攻撃を仕掛けていくと。でそうするとこれが多分あのシールド持ってるんですよね、この、ポットが。なんでシールドしてくると、これ右上がコストになってまして、プレイするためので、これ今減ったら分かります、ここ、この緑色の数値が、これ防御力なんですよ。でこっちの左下にあるのがこれ攻撃力だから、防御するときは相手の守備力とこっちの攻撃力を比較して、対戦していくって感じですね。で彼は、顔面ぶん殴るときに、ブロックができるんで、まあ、ブロックしてきたという感じだから、あと1回投げれば一応こいつは倒せるよという感じだったんですね。はい、ターン終了で、1回、そのターン中にバンクしてるとエンドフェーズに1枚カードを引くことができます。でこのアップグレードっていうのがその装備的なカードで、ユニットっていうのがまあ置物なんですけど、このアップグレードっていうカードをひたすらそのユニットにくっつけてなんか強化していくっていうのがこのデッキのコンセプトになってるんで、これを頑張ってまあ使いこなしていきたいですね。おうおうおうおお、ギリギリだな、ギリギリでバンクするな。お、なんか来たぞ。あ、こいつ強いんだよな。こいつほっとくとなんか僕味方のクローンがプラス1プラス1されるんですよ。こいつちょっとねマジでめんどくさいんで、こいつなんか処理していきたいですね。とりあえずこれここにつければいいんじゃない、これつけてさ、はい、でそうすると3-3になりますよと。で1回4コス今いらないかな。でバンクして、で攻撃を仕掛けていって、はい、でこいつを倒さないとまずいので倒して、でまあこれでターン終了かな。燃処理完了。ちょっとあいつほっとくとね、どん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 なんか周りに出てくるやつがどんどん強化されてマジでやばいこと起きるんですよ。なんだこいつは。あなたの端子路地、11のカサーリの、反復者を1体生成する。こいつアドバンテージめっちゃ稼ぎそうだな。こいつも倒さないといけないこれ倒さなあかんやつか、倒さなあかんやつくせえ気がすんなこれ、まあ、一生アップグレードをし続けていくしかいいんだけど、基本的には武装はちなみに何かっていうと、他のユニットを攻撃する際に非武装ユニットも先にダメージを与えると。これ一方的に倒せんじゃんこれ、一方的に倒せる。これアップグレードつけてさ、こいつぶん殴ったらこれ一方的に倒せるじゃんこれ。あ、なんか出てきた、だるすぎる。あいつ倒さないと絶対に。とりあえずアップグレードをここにするのは確定で、はい、OK で強くなりました。ほんでパンクしちゃっていいんじゃん。でこいつアドバンテージ稼ぎすぎワロタなんで、まず絶対にこいつは倒さなければならない。倒そう、はい、倒した、 OK でこれ一方的に倒せたね、強いね、いいじゃん。もう一生面取ってけんじゃんこれ、面取りまくってけんじゃんこれもう相手の盤面にカードを出させないっていう。で武器を、あ、これじゃパラゴンの能力出ました。パラゴンの能力、武器を持つ44の攻撃をジャガーノートとかいろいろ出るんだけど、これ攻撃をジャガーノート出していいだろこれ、攻撃をジャガーノートを召喚、キュイーよしかなりゴリ押ししている。これなんか、なんだ、武装強いぞ。ユニットの能力、他のユニットを攻撃する際、このユニットは非武装ユニットよりも先にダメージ当たると。だから、相手が武装してなかったら、マジで一方的に倒すことができるってことだ、これ。つまり、これ一生さ、このさ、これでここ殴り続けて、他の奴らで顔面殴り続けて勝てんじゃん、これ。池落ちによる圧倒的制圧能力。出てきたユニットをひたすらに爆破し続けるというね。俺のターン、ドロー。何、まあ、とりあえずバンクするわ。はい、バンクして、で5あんのか、なるほどな。よし、とりあえずまたアップグレードするぞ。俺はこのおじさんにアップグレードをかますで、ほっ、キュイー、よーしやばすぎる。一旦このおじさんを一方的に処理し、
はい、ああ大丈夫だった、はい、OK で倒し一方的に処理した上で相手の顔面にパンチをかましていく。おら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 きた強すぎる強すぎる、なんて強いんだこのおじさん、武装が強すぎる。アップグレードしたユニットがついている。アップグレード1つにつきプラス1プラス1シールド。これやばくないこれ言ってること、やばくないこれ、これおじさんにつけたらやばいじゃんこれおじさん。バンクこれしてよくて、で1回ユニット置いて、で強化外骨格おじさんにつけて、はい、でそうするとやばいこと起きるやばい、ゴリラできた、ゴリラゴリラができたわ、ゴリラできて腐るんだけど。じゃあゴリラで殴った方がよくない、こちら。でも一方的だけど、これさ1しかないからさ、こいつでもさ多分さダメージ的にはさもうさ、こいついらない、ここ殴るじゃんこれで、ねえこれ10ダメージっていうね、一気にオラーって言って10ダメージはくさ、10ダメージはくさ、これ次殴ったら勝てんじゃね、エンドフィーズやばいだろ、おやばいおじさんできたぞ。あ誰、なに、バカな、バカな、なんかフィールド魔法、なに、うわー、すごい壁できた、誰お前、めちゃくちゃ壁できたじゃん、なにこれ、鬱陶しい、防衛持ってんだけど、だるすぎる、こいつやばいぞ、こいつなんか防衛持ってから防御できるぞ、こいつ強そうじゃねー、なんか、各プレイヤーのターン終了時、22のハウラー1体生成とかで、こいつクソ強くないこれ。さすがに強いだろ、これ出すだろ次。まちこの科学者いらなくて、でこのなんかおじさん出すじゃないですか、はい、でアップグレードして1枚引いて、はい、そしたら面処理に行きますか、とりあえずね、もう顔面ぶん殴ってたらいけると思うんで、この辺もうぶん殴って、こいつは相打ちなんで基本的に相手のライフを4にしますこれで殴るじゃん、で相手防御するかどうか選びます、はい処理しました、で今度このユニット倒します、 OK で、攻撃力10でダイレクトバックやばすぎ攻撃力10でダイレクトアタックしながらカード1枚ドローしてるのさすがにやばいだろ、今さら貴様に何ができると言うんだ、何さあ俺のターン、各プレイヤーのエンドフェーズにハウラー先生の強すぎだろ、なんだこいつやばすぎ、あおじさんで顔面にダイレクトアタック、うわーおらームキムキおじさんつー、 OK という感じでしたね。まあ大体ゲーム性は分かっていただけたんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか皆さん。急に実写に移ってすいません。実はですね、このゲーム、現物のカードとか、あとね、漫画も出版されておりまして、ちょっと楽天ブックスで買ってみたんですよ。こちらもね、ちょっとね、開封してみようかなと思います。これすごいね、やっぱこのグラフィックが。おぉ。これが漫画。なんですね、あ世界観とかがなんか書いてあったりしますね、はいはい、おお、へえ、なんかちょっと若干なんかアメコミチックな、やっぱあのこれ海外製のねゲームなんでアメコミチックな漫画なんかな、おお面白い、これ全部見せていいのかなちょっと全部見せていいか謎なんでちょっとこのぐらいにしときますけど、漫画というかなんかあれだよね、こうなんか映画館とかにさよく置かれてるさ、なんかすげえ高いパンフレットあんじゃんあの質感だね。かなり高級感がありますね。おー。このなんか SF の、なんかこういう世界観が好きな人にはめちゃくちゃハマるんじゃないかなと思います。僕もちなみに、こういう世界がめちゃくちゃ好きなので。かっこいい。これちょっと、ごめんなさい、撮影中なんですけど、後でゆっくり読ませていただきます。で、ちょっとね、あれですよね。これですよね。現物のカード。やっぱカードゲーマーとしては現物のカードあるのめちゃくちゃありがたいなと思うんですけど、ちょっとこれ、開封していきますか。おー。ちょ、光りで見にくかったらごめんね。へー。カサーリ。アーセン。ユニバーサル。あ、めちゃくちゃ綺麗に光ってる。なんかあれだね、このカードの縁がなくてさ、このイラストが巨大に描かれてるのめちゃくちゃいい。これデザインすごいな、マジで。これさ、
なんかどうやってどういうデザイナーの方がデザインしてるんですかね。これがすごい金かかってそうじゃない。うん、これを使ってあれかな、なんか実際にカードをやるとかではないのかな。なんかそのコストとか攻撃力とか入ってないから、おめちゃめちゃかっこいいじゃんこれ。ユニバーサル不安定なシールド発生器、なんかちょっといいね。イラストがかっこよくてちょっとテンションが上がるわ。グラフィックめちゃくちゃ綺麗だね。ムービーもそうだったけど、楽天ブックスのリンク貼ってあるんで、まあ、興味ある方はぜひね、自分で購入してみていただければなと、はい、思います。最後にお知らせになります。キャンペーンを X にて実施させていただくことになりました。まず、キャンペーンの内容2つあります。1つ目、フォロー RT のみで参加可能な、Amazon ギフト券1000円分を13名の方に抽選で、プレゼントするというもの。そして2つ目なんですけども、ゲームをダウンロードしていただいて、で、ユーザーネームをリプライで追加していただくと、抽選でさらに、1600グリント、ゲーム内の通貨ですね、まあ、大体10ドル相当、プラス、パラレルコミック3巻のセット、こちらを抽選でプレゼントさせていただきます。キャンペーンの投稿は僕の X でやりますので、ぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。対人戦がメインになってきますんでね、ガチリたい方はトーナメントとかもゲーム内ありますんで、そちら使っていただければなというふうに思うのと、あとね、あんま細かくは説明しないですけど、実は課金要素で NFT 要素っていうのもあるんですよ。これあんまりこのゲームをカードゲームとして遊ぶためにはあんまりその関係ないところではあるので、興味のある方はぜひね概要欄からチェックしてみていただければなと、はい、いうふうに思います。DCG がね好きなね僕のチャンネルの視聴者なんであれば、このゲーム多分ハマってくれるんじゃないかなと思います。ちょっとやってみたんですけど、さすがにおもろいんでこのゲーム、はい、なんで概要欄のリンクからぜひ、まあ、基本プレイ無料なんでね、ダウンロードして今すぐにプレイしてみていただければなというふうに思ってます。ぜひキャンペーンにもぜひご参加ください。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね。